AKB48GMAT 富山県代表のハルピョンこと橋本アルナです。昨日の夜配信を見てくれた人ならわかると思うんですけど、前髪が割れていました。朝起きてもなので、ここだけ根元だけ必死にドライヤーで、あ、間違えた、お水でシュッシュッシュッって濡らして、お水っていうかヘアスプレーみたいなので必死に濡らして、なんとじゃじゃん、ちゃんとまっすぐになりましたっていうのを伝えたくて、はい、ということで、ただいまより一人の女の子が完成するまでをご覧いただきたいと思います。はい、はい、何でしょう、どちらさん、あ、ローモバローモバだった。まだね、若干割れているんですけど、まあまあまあ許容範囲ということで、すいません、朝から YouTube 見てて、そうちょっと女の子3人組の方々の YouTube 見てて、その方の口調にちょっと似てるかもしれません。今日はすいません。ということで、やっていきましょう。もうね、化粧水と乳液みたいな、美容液みたいな、保湿やつは、保湿するやつは終わっているので、その次から日焼け止めからやっていこうと思います。まあ、今日もステージとかに出るわけではないので、あの、ファンデーションはしません。パンダさんハートありがとうございます。セロップ入れよう。ベッキーさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。日焼け止めを塗っていきます。本当はね、ここもこうやって止めるんですけど、ちょっと顔でかいのがバレるんで、はい、すでに完成されてるだって。みんな優しいね、ありがとう。タクタロウさんハートありがとうございます。普段はこうメイクしながら YouTube 見て、そしたらお家出る、もう15分前とかでやばい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 っていう状況でも、今日はまだ時間がある、時間があるっていうか、朝のんびりできるので、そうで、ちょっと夜がね、20日に向けてなので配信できないので。さっつんさんミラボールありがとうございます。ちょっと出しすぎた日焼け止め歌います。どこまで歌ったんだっけ。思い込んでいた
たきっと追いかけてきてささめきちぎて、この後かまだやみそうでやま、ここも歌った。このまま家に着く頃心どこ心も体も濡れてる、目に見えない胸の痛み、ぬくもりが消滅する。コロドって言っちゃったどこだよ心と体が混ざってコロド、コロドってなんだ。初めて聞いたそんな単語。コロドって言葉知ってる人教えてください。誰か顔の、いつになったらこの人たちは落ちるんだろう。頑張ってんのに、もっと頑張れ。ちょっとじゃあ一回コロコロ配信しますね。めっちゃ見えるかな。まあいいか。ちょっと寒いので。本当にもう。さっつんさんハートありがとうございます。でもこれやりすぎも良くないんですよね。顔痩せしたい。一時期流行ったよねこれ、昨日はローム場にねちょっとねコメント残したと思うんですけど、昨日寝る前に寝ようとしたんです。でも全然寝れなくて、結果4時までは目を覚めてた絶対。あ寝れないやと思って、なんかもう終わっちゃって、1個分丸々1個分っていうか1公演分終わっちゃって、寝れないやって思って、最終手段水溜りボンドさんの動画を見ながら、あ間違えた、動画を流しながら睡眠、私の最終手段。地震があったね。そうなの？どこで？富山？嘘。関東3時ごろ、うん絶対気づかんくない神奈川の西部の方、おだいりが西部なのか東部なのか分かんないけど、でも神奈川って聞くとおだいり大丈夫かなって思うよね。チームエイトメンバーとかチームエイトファンあるあるだと思うんですけど、なんか大丈夫かなって心配になっちゃう。その剣を見ると、
震度3なのに全然大丈夫って言ってんの怖くない？だってさ、じゃあ最初に震度3くらいの地震が来て、その後に震度もうちょっと大きめの地震が来た時に、震度3だから全然大丈夫だって思ってて、みんな気をつけな、震度1でも2でも。うん、怖いんだから。アンナさん、ハートありがとう。そう、まあ、とりあえず20日の公演の分は一回まるまる見終わって、ちゃんと考えながら、その立ち位置、次ここここって考えながら、考えながら、なんていうの、自分の頭の中で言いながら練習はできたので、まあいいかなって、大丈夫かなって思って。一番不安なのはダブルアンコールっていうのかな、あれは分かんないけど、最後の曲ですね。一番不安。ちょっとやりすぎるとお肌に良くないので、ちょっとこの辺日焼け止め取れそうだ、取れてそうだから、もう一回飲みます。今日は化粧して一本動画撮っ、一本でいいのか、動画撮って撮るっていうお仕事を任命、あのこの間ほらメイクしてないからめんどくさい撮るのって言ってた動画を撮るっていう仕事が一個あるので、それをしてお家を出ます。で、まあ、どうしたの？イーアルさん、タワーありがとうございます。せーの、タワータワーありがとう、イーアルさんさんありがとう、ありがとうございます。どうしたの、急じゃない？え？ありがとう。ありがとう。ER 算数ってなんか数え方やったよね。そう。ファンデーションは塗らないけど、コンシーラーはします。気になる黒ずみ隠していきます。こんにちは、ER さん。コメント来てくれないかな。うん、投げてくれた方、わ、初見ですって来てくれた、ありがとう。何、どうしちゃったの、
あ、全然答えたくなかったら全然大丈夫なんですけど、初見でタワーはかっこよ。でも多分初見マークついてないから星集めかなんかには来てくれてんのかな、いつか。そんな気がする。ありがとう、936日ありがとうございます。ちょ、気になる黒ずみを、黒ずみではないんですけど、なんかそのパーツの周り輪郭をその周りを周りだけでもコンシーラーでポンポンポンってしてあげることでそのパーツがはっきり見えるらしい。だから顔がはっきりして見えるんだって。そう、これはね結構大容量のコンシーラー。そうだから、ぜひ、あとは眉毛は必ずコンシーラーしてあげましょう。眉毛の輪郭は。しかも違うやつ。ちゃんとおでこの色に合ったやつ。にゃん中さん、ハートありがとうございます。ありがとうございます。インスタに一軍コスメ、いやー、 YouTube とかやってたら一から使ってるやつ教える、マジで使ってるやつ教えるのに。うん、今日はでも一軍じゃないから、あまり参考にしないで。今日は一軍じゃないの。眉の形好きです、ありがとう。未完成の私の眉の形。たった今好きって言っていただいた眉毛なんですけど、左右を対称にしていきます。ほっぺにのところにあるほくろがこれか、ほくろがある人が好きで顔面可愛いと思ってついなげてしまいました。嬉しい、この子に感謝です。ありがとう、このほくろ、 ER さんとの出会いを。ハルピョンは YouTube は、まあ、現段階でまあなんだろう、なんか YouTube やりたいなとは思うけど、前も言ったか思ってたけど、なんかそれこそ本当になんて言うんだろう、私はなんか他の方たちが全然 YouTube 見てないとかそういうことじゃないんですけど、多分私はその中でも YouTube 見てる方だと思うんですね、周りに比べると割と。お前暇人なのかって言われそうなんですけど、まあそうなんですけど、お仕事待ってます。はい、でなんかやっぱりその本当の YouTuber さんたち、アイドルとかをやってるわけじゃなくて、もうただただ YouTube だけをやって生きてる人たちの本気度を見ると、やっぱりその本当に人から人に笑顔を届けたりとか、人に何だろう、そういうのをちゃんと編集したものをお届けするって、なんかなんだろうな、すごいクオリティが必要というかなことなんだなと思って、なんかその編集とかそういうなんか面白い動画とか
まあ、全然面白くなくてもなんかハラピョンがいるだけでいいよって言ってくれる人いるかもしれないんですけど、そういう動画を作るっていうのなんかもともと YouTube が好きだからこそそのハードルを自分でめっちゃ上げちゃってるっていうのが一つあって、あとはまあ、アイドル活動と本当に Twitter とかインスタとかも TikTok とかもおろそかな中でなんかプラス YouTube って普通に自分のキャパ的に無理なんじゃないかなって思ってやってない。うん、そうだからそうですね、なんか多分ライブだとライブっていうのそのショールームライブ配信はなんかよくコメントで見るんですよ、その YouTube をのコメントで見るのはなんかなんで編集できる YouTube っていうのは編集できるのにしかも自分たちで編集できるじゃないですか基本的には、なのになんでそのここをカットしなかったのみたいなそういうところで炎上しちゃったりしてるのを本当によく見てて、一生なんて言うんだろう残るじゃん。なんかライブだとなんかちょっと失敗しても、まあ、ライブ生放送だからねみたいになるかもしれないけど、 YouTube はマジで自分で企画考えて自分で撮影して自分で編集できるからこそ怖い、うん、だからそれをやってる人たちは本当にすごいなと思います、マジで、うん、本当にすげえです。でもただきょんちゃんとかが YouTube やってくれてなかったら私は今ネモハモルーマン踊れてないのでそうだからやってるメンバーも本当にすごいし感謝してます。うん、なので、まあ、YouTube をやることは怖いんですけど、てか私が最初にハマった YouTuber さんがその本当に毎日動画上げる人でしかも毎日の編集のクオリティがマジで高い人だったんですよそれをもう 5,6 年続けてる、私が見始めた時は5年くらい続けてる人だったので、もうなんかそこで勝手に自分でハードルを上げちゃったんですよね、うん、あ私にこれは無理だと思っちゃって、そう、なんかもっと気軽なところからハマればよかったのかもしれないんですけど、私が最初にハマった人はその人だったのでそう、なんか私の場合本当にきっとチャンネル開設させてもらってもなんか気づいたら3ヶ月とか経ってそうなので、うん、最初の1週間とかは頑張るけどみたいな、1ヶ月とかは頑張るけど気づいたら時間経ってたみたいになりそうなので本当にやめます、はい、もちろんやりたい気持ちはあるんですけど、なんかそれで YouTube を嫌いになりたくないなと思って、 YouTube が大好きな人間だからこそ、そう、それで YouTube を嫌いになりたくない、あのだってピョンムービーのさカレンダー入れるのだけでもマジで大変なのにさ、本当にみんな頑張ってるなって思います。うん、パウダーさんも忘れてたパウダーのせんの忘れてた、まあ多分自分の型を作っちゃえばね、やばい待って眉毛の上からパウダー間違えた、下からパウダーしたかったのに
パウダー忘れてたことによって眉毛パウダーしてない。いや、あと私前に人から言われたのは、なんかどちらかというと完璧主義のとこありますよねみたいな言われて、そう、自分ではそんなに思ってないんですけど、そうなのかなと思って、なんかだからそれを言われてなんか余計気にしちゃうようになって、そのクオリティとかで、多分私はその YouTube ってマジで凝りに凝ろうと思ったらどれだけでも凝れるわけじゃないですか。だからなんか多分一生一本の動画に悩んでそう自分の見解、一生一本の動画で悩みそう。待って、眉毛これ左右対称？なんかちょっと違くない？こっちの方が元が長いのかな。バージョンアルザンハートありがとうございます。なんか眉毛まあいっか、どうせ前髪で隠れるし。眉マスカラします。さっちゅんさん、ハートありがとうございます。ありがとうございます。乾かす。今日はジュライトついてない。ちょっと窓開いてる。窓開いてるは嘘。カーテンがちょっとだけ開いてる。そう、だからちょっと自然光で頑張ってもらって。もっちーさん、ハートありがとうございます。キュンナイスありがとうございます。そうそう。サクタロウさん、ハートありがとうございます。眉毛乾かし中、今前髪を下ろしたいの。20日の公演申し込んでみた。ありがとう。頑張るね、みんなに。え、ハルピョンなんかって言われないように頑張るね。動画をね、でもね、撮るからそんな薄めのメイクもあれなんですよね。あ、なんか収益化に関してはなんか全然違うらしいですよ。してんのかな、なんかもらってないって話聞いたけど、どうなんでしょう。全然わかんないけど、その時に聞いた話だからかな。今はどうなんだ、わかんないけど。でも別にそれで儲けようとかは思わない。ああ、もちろんそれでなんか私の低クオリティの動画で他の YouTuber さんと同じだけの額もらってたら終わりじゃない？
なんか申し訳なくなっちゃう、うん、いやもちろんマジトップはじめさんとかヒカキンさんとかもありえんほどだと思いますよ。でも結構チャンネル登録者言ってた時に聞いたけどな、私想像が 再生数だっけ、なんだっけ、想像が視聴数ん時間とかちゃんと達成してる時に聞いた、収益化は されてるって聞いてないけど、そうなんでしょう、あんまり分かりません。まあ私もやってる本人じゃないので聞かれてもって感じ。うん、ドラさん、あ、ドラさん好きならただきょんちゃんとかに聞きない。うん、それが一番じゃない。そう、グループとかなら交代で編集担当すればいいけど、一人は絶対そうだと思います。でもグループはグループで大変そうなことがあって、なんか夢見るの子たちを最初もう本当にそのまだチャンネル登録ん何チャンネル開設する前に結構動画をいっぱい作ってたんですけど、あの子たちはもう8月の8月じゃないか7月の7月にやってた8の日のリハの時からもういっぱい動画作ってて、そうなんかそれを見てると本当に何だろう、なんかそのまあそのグループの中でも結構編集が上手って、その3人の中で編集上手だよねって言ってる子がいて、だからその子の編集のクオリティにまで持ってかなきゃいけないじゃないですか、他の2人に関しては。いやでも私から見たらみんな上手だなって思うんですけど。うん、え全然何なんかえ全然わかんないよみたいな感じなんですけど、でもやっぱその他の2人はやっぱその子の編集がすごすぎるからそこまで持ってかなきゃみたいな、すごい頑張ってました。うん、本当にその裏側を私動画撮りたかったけどね、夢見るの裏側でチャンネル解説しようかな。うん、いいかも、やろうかな。すごいなと思って、カナリンさんハートありがとうございます。アイドル好きさん赤バラありがとうございます。拍手パチ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 。夢見るの裏側動画投稿しよう。バレる、1秒でバレる。あのメンバーは誰なんだってしてほしいのに。ハルピョンだよ、この間配信で言ってたよって。1秒でバレる。やだ、いやでもなんか本当に大変みたいですよ、 YouTube 上げる子たちも。うん、なんかそれを見ちゃったから夢見るに関して、なんかセイリンのはなんかあんま、いやなんか編集は大変っていうのは聞いてたけど、その企画とかは全然もう好きにみたいな感じ、好きお好きにどうぞみたいな感じだったみたいだから、全然自分のやりたいことやってるみたいな感じだったけど、なんかそれこそセイリンはさ、ちゃんとなちゃんとって言うとあれだけど、お料理がメインじゃないですか、そういう一つのテーマがあるからいいけど、本当に YouTube しますみたいなのってさ、何を最初
メインテーマでやっていくかが一番大事そう。うん、お疲れ様です、皆さん。やらない人間が YouTube 語ってるんですけど、すごいなって思ってます、本当に。それで私も楽しませてもらってる側なので、いつもみんなありがとうって思って。YouTube 見てる。大変な作業ありがとうって。思ってます。今女の子完成してないよ、まだ全然全然してないよ。こんな感じ。オッケー。今日は寒すぎて。朝起きたら、ジャージを着た。この下だからパジャマ。パジャマ、部屋着。私はパジャマと部屋着を分けるって最近決めた人間なので。今この下は部屋着です。あ、でもジャージも部屋着。あれ、え、わかんねえ。わかんねえや。あ、声出ない。声出なくなんだ。なんかガサガサになっちゃった。悲しい。つけすぎた。まあいいや。動画はちょっとつけすぎ、ちょっとやりすぎくらいがメイクちょうどいい。コメント止まっちゃったよ。
最初にリップ塗るべきだったね。唇色なさすぎ。コメントが来た嬉しい、ありがとう。作太郎さん、ハートありがとうございます。もういいかな。前髪長すぎない？見て、ちゃんと公演までには切るから。前髪、まっ、真ん中で分けちゃダメ。ちゃんと公園までには切ります。前回美容院に行ったのが1ヶ月前、そのアイコレフェスでちょうどいい前髪にしてくださいっていう話にした、話をしたので1ヶ月前、1ヶ月美容院行ってない。こんなん今朝ごはんを10時半くらいに食べたので、スープを飲んだのでお腹が空いてない。でもそんな話してたらお腹空くんです。失敗した。アイライン。自分で前髪切って失敗しないのじゃなくてだって失敗するのに失敗しないのじゃなくて、うん、失敗するどういうことだろう。うん、私は自分では切らないから。今日前髪上げていこうかな。長すぎてワンチャンあり。でもそんなこと言ってたらピョンのみんな、前髪上げてる人みんな私に見える？へへへ。やめよう。探しに来る人出てきたからやめよう。こうし、これで行きます。今日これにマスクして生きていきます。できた。できてないけど。
完成ではないけど。ほぼできた。目隠れてるけど見えてるの？だって。あ、でも意外と見えてるよ。うん。意外と見えてます。隙間から。これでコメント読めるもんですね。こんにちは。こんにちはしか来ない。あ、完成はまだしてないの。うん。朔太郎さん、ハートありがとうございます。マジで長くない？前髪やば。一瞬セリカに見えた。そんな白ないわ。白ないわ。12月ぴょんちゃんとお話しするから。え、待って、痩せなくていいよ。私もやるわ。じゃあ頑張って痩せるわ。公園もこの髪型で。ダメだよ、この髪型だったら一人も釣れない。一人も釣れなくなっちゃう。目が命なんだから。昼と夜は髪型変える。それはちょっとやってみないと分かんない。時間があるないとか、メイクさんの人数とかにもよるし、他の人が変える変えないとか、周りと被ってるとか、体調、頭痛いとかにもよるから、ちょっと分かんない。さあ、でアイロンします。お顔はほぼ出来上がり。あとはみんなの嫌いなマスカラ、マスカラじゃないや、ビューラーだよ。今ストレートでいいや。こっちまつげ上がった。こっち上がってない。今日から私がよく使ってるネットサイトの安売りが始まるんです。そう、何買うかなって考えてる今。
1個買いたい商品はあって、それは絶対買うんですけど、それ以外に何買おうかなって今考えてます。うわ、アイロンつけたと思ってたのにコンセント挿しただけだったついてなかった、やらかし。そう、今日点だよ、正解。今日はまつげ下地だけで生きていきます。はい、マスカラが一番落とすのがめんどくさいので。でもマスカラするとしないとじゃ全然顔が違うので、でもめんどくさいので落とすのが、下地だけでいい。なんかもともとこっちの方が二重が綺麗なんですよ、私。そうだからあれなんですけど、なんなんですかね。こんちゃ、よし、ほら悟空。この下地は黒だからめっちゃいい。普通にマスカラ代わりとしても使える。だからこれはめんどくさい時のマスカラ最初はね、下地ちゃんとマスカラ下地として使ってたんですけど、なんか最近キープ力が上がるマスカラみたいなのを買って、そっちを使ってるから、こっちは黒だからめんどくさい日のマスカラそうとして使ってます。何買おうかな、私。迷ってる、まだ。1個だけ決まってるんだよね。そう、え、すごい今日サラサラ髪の毛。でも寝癖すごかったの。今日朝起きたらなんか直角に曲がってた
うん、髪の毛びっくりした。普通に焦った。え、なんでと思ってフフフ。聴覚のあの太陽がアスファルトの地面をじりじり照りつけてる。もうやらない、直角サンシャイン。いや多分加湿器をねつけて寝たい。結構いつもより近めのところに置いたんですよ。だからその加湿器の水分を髪の毛が吸っちゃったのかなと思います。はい、なんで？スクッチ参加早いってきた。通知が来た瞬間に行かないと私忘れちゃうから、いつも後で行こうと思って忘れちゃってる、うん、今 YouTube 見てるから後で行こうと思って思ってたらもう過ぎてた締め切り時間ってなってるので、もう気づいた時に行きます。ちょっと丸めすぎた、やばいやばい、ミスミス、ちょっと丸めすぎた、やべやべやべ。ホークスファンですって。こんばん、こんにちは。私もホークスファンです。これからお仕事？うん、ショールームも一応仕事なんだけどね。SNS は仕事じゃないって認識されがちだから一応言っとくけど、ショールームも Twitter もインスタも全部一応仕事だよ。うん、こっちの寝癖すごい見てそう、宿毛をかけてるんですけど根元にしかかけないので、え、なんでこんなうねってんだろう恥ずかしい。今日の、え、いつもこんなじゃないんですよ。
嘘やんって感じですよね。いや本当にいつもこんなにすごくなくて、消化してる。お腹が遅くない？10時半くらいに食べたものを消化してんだけど今。食べた、飲んだスープ。眠たい。みんなお昼休みの時間なのね。やっほー、元気かい、お仕事頑張ってきたかい。もう12時なのか。沖縄姉妹出張中さん、出張長、ミラボールームありがとうございます。出張長いね。もっとあなたを、ん？ここ歌ってないから分かんないの。ぬくもりが消滅する。もっとあなたを困らせたら止めてくれたのかな。言い訳なんかはしないで、愛してるから。ミラボールありがとうございます。終わった、あと前髪だけ。なんかこっちの髪のまとまり悪いんだけど、なんで？まあスタイリング剤つけたら良くなるか。さあ前髪していきます。待ちに待った長々の前髪。まずは触覚ちゃんから。こんにちは、こんばんは、おはようございます。
長すぎマジで前髪無理。分けようかな、どうしよう、どうしたらいいんだろう、こんなに長いのは。早く切りたい。こんにちは、こんにちは。ともゆきさん、ハートありがとうございます。よき、できた。いっか。今日はファンデーションとかしてないのであれなんですけど、まあ、大体1時間くらいあれば女の子はできます。はい、でもアイドルにするにはもうちょっと時間がかかるかな。やったね。パナさん、ハートありがとう。キュンです、ありがとう。もう何も喋らずに無言でやれって言われたらこれは多分40分くらいでできます。40分もいるかな。できた。ビフォーアフターの比較ない。残念でした。ありません。アフターだけ写真撮ろう。
ちょっとなんか、やっぱ前髪分けるといつもと変わるな印象が、うん、いつもこれだからさ。でもさすがにこれ重くない？重すぎない？だからちょっと今日は分ける。メール用に。はい。今日なんかいいな。なんでだろう。チークかな。なんだろう。なんかがいい。光かな。やっぱ自然光強。自撮りがいい感じ。でもなんか前髪分けてんのキモい。なんか無理。見慣れない。バトベースのギルドバトル今日も参加したか？忘れるなよ。東大謎トレ最新刊発売だって本日。マジ？一巻二巻ぐらいまでは持ってんだよね。そうそう。積んだ。うちの子積んだ。ローモ版。勝ったけど積んだ。そういう場合ってもらえるの？もらえるんだ。音消せるようになった。何の話？気になる。何の話？音を消せるようになった。シャッター音。ああ、なん、え？もともと消せるよ。でも消したら高画質じゃなくなるから、私は消してないだけ。うん。消したら画質が落ちる。わ。16人対1人。圧倒的弱さ。圧倒的弱さ。ギルドバトル絶対負けるじゃん。無理だよ。もう終わった。無理。やめた。やめた。ギルドバトルはやっても勝てなくてもやった方がポイント入るし、あの参加するだけで、あ、全然やらなくても参加するだけでポイントもらえるので、うん、まつげパーマはしてません。マスカラです。頑張ってあげました。なんか人生で一回だけまつげパーマしたことあるんですけど、それはでもなんか私の友達の先輩がまつげパーマ
のなんかそのなんていうのモデルになってほしい、モデルじゃない、なんていうの、なんていうの、その実験台になってほしいみたいな言われて、最初は無料だよって言われて行ったのに、なんか4000、5000円ぐらい取られました結局。はい、そうびっくりした。なんか実験台だから無料だよって言われたのに、あれモニターっていう、いやモニターではない、別になんかで言えみたいな話もされてないし、なんかそういう案件とかじゃないんだけど、なんかただただそのなんていうんですかね、ちゃんと外に、外になんていうの、まあ練習台みたいな感じ。うん、だからほらカットモデルとかってさ、そのじゃあその美容室のツイッターとかホームページとかに上げさせてくださいみたいな感じじゃないですか。そういうのじゃなくて全然、そうただただそのなんかやらせてくださいみたいな感じで、うん、そう騙されました。それとは違うって言ってるじゃんだからそれはなんか PR してくださいとかそういうやつでしょ。そういうのじゃなくて普通に知り合いのなんか、まあ、練習台みたいな感じです。はい、実践が大事じゃないですか、そういうのって。だからそういうのの練習台になってくださいって言われて、いいよって言ったらって話。うん、サットさんハートありがとうございます。通じたかな。まあもう勘違いされてるならいいや。うん。釣れたかな。一回ねそういうので問題になるとね、え、そんなんやってんだみたいな人も出てきますからね。うん、なんかなんでだろう、なんかすごい違和感、どこ何が違和感なんだろう、髪の毛やっぱ前髪かな、すごい違和感。
にって感じですか。すごい違和感なんですけど、私自分の顔わ嬉しい。雰囲気違うけど可愛いよ。いつものも今回のも好き。もうそういうもう大好き、ありがとうございます。そうやってなんかもう幸せ、もう優しい、みんなみんなではない、みんなではないとか言っちゃった優しい人も世の中にはいるんだな。ありがとう。まあ、前髪切る前なんてこんなもんだよね、大体。みんなはお昼ご飯何食べるんですか。私はどうしようかな。24分か。あと30分は寝れたな炊き込みご飯のお弁当いいな、美味しそう、羨ましい。煮込みラーメンうまそう。でもあんまなんかお腹いっぱいになると気持ち悪くなっちゃうんだよね、踊ったら。どうしよう。作太郎さんハートありがとうございます。うわお好み焼き食べたいわ。タンドリーチキン、チームメイトで気になる子がいるんだけど名前知らないよ。富山の子なんだけど、いや誰だろうね、私もあんまチームメイト詳しくなくてさ。うん、力になってあげれなくてごめん。そうなんだよね、あんま私もチームメイト詳しくなくてマジのトーンで喋ってるから怖いマジだと思っちゃう。みんなが思ってるこう返してほしいだろう言葉の一歩先を行くツッコミ、ツッコミ？いやそういうことじゃないよっていう返し それ私だよっていうのじゃない。私もあんま知らないんだよねチームメイト、うん、思った通りに行く女だと思うなよい
ラクルアイドルフェスタの動画を見てハルピョンずっと気になってる、嬉しい、ありがとう。誰だろう、その動画を上げてくれた人に感謝をしよう。ありがとう。ヒロさん、ミラーボールありがとうございます。ありがとうございます。みぞれゆき、何を伝えたいの、はっきりせぬまま、雨のような雪のような気持ちが切ない。ありがとうございます、ミランボール、ありがとう。ヒロさん、ありがとう。ごめん、あくびした。なぜ2番、私はミラーボールが来るとその曲のワンフレーズだけ歌うようにしてて、そう、それを今頭から、じゃ今はささめゆきリグレットの頭から言ってるんですけど、その今だからそこなんですよはい、だからミラーボールが1番分も来たし、2番の A メロ分 B メロ分も来て、今2番に入、2番のサビに入ったところ、そうだから2番目を歌ってます。2代目曲の、そう、だからこれはミラーボールが来れば来るほど進むし、来なければ来なければ進まない、来なければ来ないほど進まない私がずっとささみゆきリグレット歌うことになっちゃうパンダさん、ミラーボールありがとうございます。ありがとう。テンダネス、いいそう、雪が降ってくれた方が、過去はすべて水になって、諦められるのに。ありがとうございます、ミラーボール、ありがとう。新しい TikTok、 あ、確かに今日メイクしたから TikTok 撮ろうかな、撮ってる時間があればかな、お家出るまでに、うん、動画一本撮って着替えて、あ、着替えて動画一本撮って、そう、それで撮ってる時間があれば撮りたいかな。でもね、撮りだめ、撮りだめ、なんていうの、載せてないやつが1個2個あって、それを載せようかなって思ってます今、うん、すごい、もう昔の私、夏、秋、ん、夏ぐらいの私、お、なんか汚れちゃってる、ここ汚れてる、洗濯したはずなのに。ママに抗議しないと。え、洗濯したよねこれ。土曜日に聞きに行きます。あ、見に来てくれるわけじゃないの、目つぶっとく、やめて、目開けといて、ガン開きにしといてもうこんだけ開けといて、あ、日焼け止めか、なるほどね、そんなわけないじゃん残念ながらそれは違うんだな、それはわかる、日焼け止めの色じゃない。口の大吾さん、ハートありがとうございます。あ、見に行きます、よかった、ガン開きしといて、目これでいて、
このさ、目の上のまぶたのここの筋肉を鍛えたいんですけど、そういうのってどうやったら鍛えれるんだろう。なんか私気抜くとマジ目こんなんなんですよ、開かないの。だから開くようにここの筋肉を鍛えたい。ピョンズと連番しよう、やったぜ。心だけ見に行きます。あ、体は来なかった。はあ。へーし。ということで、じゃあちょっと本当は1時くらいまで配信する予定だったんですけど、もし時間があったら TikTok 撮りたいかもっていう気持ちになっちゃったので、40分、あ、間違えた、20分くらい早めに終わろうかな。今来たばっかり、マジ喋る内容くれたらいいよ、喋ってあげる。なんて上から目線なんだ。まつげ、顔面可愛かったです。 ありがとう、顔面タワーありがとうね。ありがとう、顔面。沖ノ島へ出張中さん、さくたろさん、ハートありがとうございます。じゃあみんなは特に、そうだよね、みんな昼休憩だもんね。ごめん、でも昼休憩の時間に発表のこと見に来てくれて嬉しかった、ありがとう。お昼は今んとこ食べる予定はないよ。うん、食べても2時ぐらい、うん、あと1時間後。お仕事終わって帰ってきた、お疲れー、ひじ。はい、ということでそれではランキングを読んでいきたいと思います。1位イアルさんさん、タワーもありがとうございました。顔面かわいいって言ってくれて嬉しかったです。ここのほくろ大切にします、ありがとう。2位パンダさん、ありがとうございます。3位サッツンさん、ありがとうございます。4位、バージョン R さん、ありがとうございます。5位山内さん、ありがとうございます。6位ともゆきさん、ありがとうございます。7位ヒロ、ハッシュタグドラさんしかカターンさん、ありがとうございます。8位まさみくんさん、ありがとうございます。9位ひでくんさん、ありがとうございます。10位風と海とうさん、ありがとうございます。11位さくたろうあとはるぴょんかみおしさん、ありがとうございます。
12位はるきゃんさん、ありがとうございます。13位くじのだいごさん、ありがとうございます。そして本日のラッキー88位は急斜面さんです。ありがとうございます。ということで皆さん、本日も ありがとうございました。そうですね、ありがとうございました。また頑張りましょう。それではバイバーイ、またね。あ、キャッチフレーズします。はい、うさぎのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春。ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプであなたにきっと期待がお届けしちゃうというわけで、内表ハーピョンこと橋本春菜でした。皆さん本日はありがとうございました。さようなら、バイバイ。